バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。相も変わらず石井ファミリー、石井スタイルはですね、とてもパタパタとしておりますが、だいぶ落ち着きました。というのも無事宝山ホールコンサート終わりました。イエイ、拍手、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。だってさ、もうさ、今年の夏はあっという間すぎてわけわかんないのに秋まで終わってしまうのかなぐらいの勢いでしたが、無事なんとか十五夜の満月を見ながら、あー、パワーを感じるっていうのはねできた気がする。一瞬だけど、まあそのくらいね、もう長女のシノンがパリオリンピックにボランティアスタッフとしてね向かったことから今まで、もうあっという間すぎてもうびっくりよ、ほんと。もうこれ話すとキリがないからね、また何かの機会で話をしたいけれども、宝山ホールコンサートを無事終えたっていう報告の方が今日は大事ですからね。9月15日日曜日、3連休の中日、沖縄台風大丈夫でしたかね。もうこっちに来るんだろうなと思って、ああこれまた開催できないのかなみたいな、ちょっと安易にね、心配するくらいでとどめてたけど、無事開催できてよかったなと。悪い風に物事を考えるじゃなくて、リスク管理をするっていう意味でね、ああこれは来るかもなーと思ってて、台風さんようこのこと好きやなーと思ってたけど、よかった天国の神様本当ありがとうと思ってね、はい、そんな感じでしたね。まあとにかく宝山ホールコンサートね、めちゃくちゃいい音時間でした。もうね、今回も1歳から今度は91歳までの方々がね遊びにいらしてくださって、中にはね、お母さんではね、2歳の子供がこんなに楽しむなんて思わなかったって、子連れで行けるコンサートってありがたいってね SNS に書いてくださったりね、ああよかったと思って。そしてね、アナウンスとかでもね伝えましたけど、ジャンケンマンとバルーンマン変身前の姿でね場内をねきちんと守ってくれたので、あと自衛隊の皆さんもね一緒に支援曲、自衛隊鹿児島地方協力本部という曲をね歌ってくださったりね、もうそう、もういろんな方のね心遣いがあって成り立ったハッピーすぎるパワフルな音時間でございました。では、初心を忘れないということでお届けしたいと思います。宝山ホールコンサートのアンコール曲でもありましたが、また今日からのスタートでもあります、ようこでキス&ハグ、お聞きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要、お聴きいただきました曲は、ようこでキス&ハグでした。
まあね、コンサートのたびにね、トラブルというか、まあちょっといたずら的なものはね、神様のいたずらっていう感じかな、まあね、ありますけれども、まあね、ご覧くださってた方はあれ？って思ったことがあったと思いますが、まあそれもね、それでね、どうやって演出として変えていくかっていうのをようこは歌いながら考えて、 MC もめちゃくちゃね、鼓動が早かったからか、めっちゃ早かったね、ごめんね皆さん、何言ってるか方言でさ、ただでさえわからない人はさ、もっと何言ってるかわかんなかったんじゃないかなと思ってね、ゆっくりね最初の方は話してたのに、途中からめっちゃ早口やなと思って、まあいいんです、ライブは生ものなんで。だからさ、いずれさ、鹿児島公演はこんなだったよね、東京公演はこんなだったから2つ見に行ってよかったよねみたいな、そんな感じになるんでしょうね。まあでもキス&ハグの時にね、あ、これ SNS でアップしたいな、一番最後決めポーズ、まあ、とにかくねチャラけるんですよ、うちの長女シノン。それに伴ってアップルジャムの司兄ちゃん、私たちのお兄ちゃんですけど、まあ、シノンのことも可愛がってくださって、娘だって言ってね、ほんとね、あの大事にしてくださるんです、まあ皆さんがね、まあ、そんな方々がねいるから、私もねこうやって家族でね音時間発信していけるんですけれども、まあ、そんな中でね、最後の君ポーズ皆さん見られましたか。じゃーん、タオルフリ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 じゃんの時に、あれなんだ、ヒゲダンスポーズかなちょっとダチョウクラブさんみたいな感じでもあるけどね、そんな感じでハッピーにね、決めました、締めました。それを見てほしい、兄ちゃん直前まで忘れてたと飛んで、あ、だったって言って思い出したんです、腰大丈夫かなと思いながら。でタオルフリフリがえげつなくて、もうね私リハーサルの時このくらいしか回してなかったり、本番こんなに飛び跳ねてるっていうのもまた見てほしい、比較な動画作りますね。ね、どんなに盛り上がったかって言ったら、もう息切れして何分間か歌えなくなるくらい息切れしてもうすごい盛り上がったんだけど、会場がね、陽子のタオルと、そしてシノンがね今回ボランティア活動の時に発売したタオル、それも販売してたんで、黄色とピンクのタオルで会場が一体化したんです。ほとんどの方がタオル持ってくださってて、あんなにね、あんなに盛り上がることないと思うよ本当に。鹿児島のアーティストとかどこのアーティストとかそんな感じ関係なく、会場が一体となって、しかも初めての曲であんなにタオル振れる人いないと思ういつもの方だけじゃなかったから、いつも応援してくださる方結構来れない人多くて、ごめんね去年行けたね、今年楽しみにしてたのにっていう声が多かったから、去年いらしてくださった方までいらしてたらもう多分満席だったんで、ほんとねそんな感じ。もうね、あの動画も早く上げたい、興奮やめ、冷めやらぬかやめさらぬってなんやねあの興奮冷めやらぬようこでございますけれども、とにかくこの曲を思い出しながら、あ、聴きながら思い出しながらね、またニヤニヤしたいと思います、どんだけ興奮してるんだ、では2曲目ようこでラブ。I fall
聴きいただきました曲は陽子でラブでした。このねラブの紹介ね、行くよみんなラブとか言ってね、絶対声がね裏返ってたの、すんごい裏返ってたのに、今回はもうすんなり手を取り合って行こうってか、じゃんじゃんじゃんって始まったからね、え行くよラブって言ったのか、なんて言ったのか覚えてないんだけど、ラブ行きましょうみたいな感じだったかもな、なんかそんな感じ、すごく控えめだったんだけど、もう最初から飛び跳ねて皆さんも飛んでくれるしジャンプしてくれるし、陽子のコンサートって結構平均年齢高いのね、ありがたいことに大御所の方ばっかりいらしてくださる、であと同い年ぐらいあんまりいなくて、逆にね、あとちっちゃい子供たちが来てくれるっていう、だからある意味おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんっていうこの組み合わせで楽しめるコンサートなんですね。そう、そのくらい本当よ、だからなんていうの、嬉しいの私はね、私はで、そういう方々が飛び跳ねる子供たち以上にもうなんて幸せなのと思って、うん、だからね、まあ、高校生以下今回は無料にしましたけれども、意味があったなって。で今回はね、大阪から来たよとかね、そう千葉からも来たんだよとかいうお声もあって、えマジですか、ありがとうございますっていう幸せなこともあって、いやもうホールで公表しちゃったんでラジオでも公表しますけれども、あの SNS にはまだねあえて書きませんけれどもね、来年陽子東京ドームシティホールコンサートが決まりました。イエイ、おめでとう、ありがとうございます、おめでとうございます。イエイ、なので、皆様ぜひ、もう日時が決まったらバッタバタ動くのでね、飛行機もしくは船のチケットを取っていただいて、ぜひ東京ドームシティホールでの陽子はこうやって楽しんでるなと、遊びにいらしていただきたいなと思います。ではここら辺で今夜もねちょっと興奮しかしてないので、もう一曲ぐらいちょっとあの日を思い出してお聴きいただきたいなと、あの日を思い出しながら私も聴きたいと思います。陽子でピーセスオブハート。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、全てを壊して初めて風が誘うか、もう
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。あのね、今回ね、実は出雲タイトルバニラスカイなどに女の子はってあるでしょ、あの部分を長女のシノンが歌って、しかもキャンディーキャンディーでキャンディーノンで歌ってました。キャンディーノンかな、じゃあ何だったっけ、なんかそんな名前つけて、まあいいか、まだまあボランティアとかね、じゃんけんガールズの時に金髪 あのウィッグをかぶってる彼女が登場してくれたっていう話なんですけど、あ、金髪のウィッグじゃないな、金髪のヘアスタイルもうコンセプトブレブレやなだけどね、まあ彼女がね応援に来てくれてね、女の子はいつでもヒロインになれるのって歌ってくれて、もう会長がドッカン湧きました。可愛かったのよ本当に、フルートも一生懸命吹いたのよ。で同級生の子たちがね、娘のね友達がね遊びに来てくれて、あんなシノン見たことないからね、すっごく喜んでくれたの。ましてやね、私のね応援してくださってる人たちなんて知りちゃいよかったって、もう全部シノンが持ってった、そうですって前回はカノン、今回はシノン、もうそれでいいの、それがいいのよ、このねコンサートと思って。ただ今度はどういう演出でね、どうやって成長してよう子もねもてなそうかなとかさ、いろいろ考えるよね。まあ、そんな風にね、まあ作戦練ってるよう子なんですけれどもまあそんなよう子がね、今夜最後にお届けしたい楽曲、本当に初心を忘れない、そして11月はよう子のアニバーサリー、2015年11月29日に出した CD、 今度は丸10年経つのっけ、え2016、17、18、19、20、21、22、23、24、あ、丸9年経つんだ、今9年目だから来年は10年イヤーなんだね、すごい嬉しいね。じゃあ丸9年経つ来月に向けて、あと2ヶ月もどん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 陽光色増してね、香り高いもの、色鮮やかなものにしていきたいなと思います。では、本当みんなこの8年ちょっとありがとうございます。感謝の気持ちをラブを込めて、ヨーコでアンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた、あなたを思えば思うほど優しくなれる、心満たされてく、やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その先の暖かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む、太陽一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下、大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく、何度立ち止まっても、Oh,
お聴きいただきました曲は愛こめこめバージョン、いつも込めてるけど、アンフィニッシュストーリー。はあ、あっという間にエンディングでございます。今夜も皆さん本当に陽子の思いの丈をぶっ放したものをお聴きくださりありがとうございます。だってさ、何か話したってね、もうね、陽子はねまだね修行中のみな感じでね、言葉がまとまんないんで、あの日を思い出して一緒に聴いてほしいという感じでね、大事な曲を、まあ陽子といえばな楽曲たちをね聴いていただきましたが、新曲ね実はこの間2曲披露したんです。で、あとこれ言っていいのか分かんないけど、とあるダンスもね、プロデュースして頑張ってます。これは世界を股にかけてね、子供たちの笑顔を作るダンスプロジェクトなので、これも楽しみにねしていただきたい。お尻フリフリが楽しくなっちゃう、ダンスでございます。みんながねどうやったらハッピーでいられるかなと思って、毎日生きてることが家族を通してステージを通してもうね世界に弾けていく、このねパーティー感が楽しくて、なのでヨーコは今回ハピハピパーティーコンサート2024というタイトルで活動しましたが、来年の東京ドームシティホールまで行くんで、タオルにはもう勝手に2024から2025にかけてやっちゃうよみたいなタオルでね、だいぶ売れたんで、どんどん発注できたらなっていう思いでね頑張っておりますけれども、何とぞ皆さんタオルフリフリの楽曲をもう1曲2曲と続けて作っていきますんで、お付き合いいただきたいなと思います。陽子のコンサート、あーもうこれがないと1年リセットできんわっていう感じでね、いろんなところでねいろんな方とね共鳴し合いたいんで、ぜひ遊びに出してね、来年東京ドームシティホール待ってます。この後はひふみずバーです。今夜もハッピーハッピーなハッピーハッピーな音時間をひふみさんよろしくお願いいたします。では来週まで、せーの、バイバイハッピー。